秋のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきましょう。はい、こちらですね、前回作ったシモクザメ型攻撃海洋兵器ハンマージェットシャークでございます。もともとはね、こういうコンバートシャークっていう名前のですね、サメ型のサイボーグがですね、頭にですね、ハンマージェットユニットを装着することによって、コンバートシャークからハンマージェットシャークへと換装されるということでね。いや、これがですね、なかなか強く仕上がったんでございますよ。さあアサルトファランクスと戦わせてみるということで、サメコンビ、さあアームドトータスを倒せるか。おっと、ハンマージェットシャークが沈んでしまった。さあコンバートシャークと、はい、このアサルトファランクスを、はい、カメ型アームドトータスの前に撃沈。はい、頭についたですね、このね、はい、レーザーカッターと、はい、ジェット。さあそしてですね、このハンマーヘッドシャークのね、ロネンチーニ艦というところはですね、ものすごい発達しているということで、電気を終電してそれを敵に打ち付けるというね、はい、そういうユニットを装着した、はい、ユニットでございますわ。優雅に泳いでますね。いや、このサメの登場によってですね、海洋生物群がですね、はい、さらにね、力をつけたんですけれども、いやいや、アキシと海洋生物群ばっかいじってないで、そろそろドラゴン軍団を強化してくれという声が絶えないんですわ。はい、このアニレボのですね、最強ユニットドラゴンさんはですね、このように種類いっぱいあるんですよね。この4つのね、スキンを使ってそれぞれね、改造体をね、4体作ってドラゴン四天王を作ろうということでね、すでにね、2体は作ってたんですよね。はい、火山竜ボルケーノドラゴンと植物竜プラントドラゴン、またの名前をワカメドラゴン、あとはね、この青色のドラゴンとこのね、赤紫のドラゴンを使ってですね、改造体を作って四天王を作り上げたい。というわけで今日はこの青色のドラゴンを使ってですね、水中で泳ぎ回るアクアドラゴンを作りますわ。いや、この青色のドラゴンをですね、はい、水中でね、泳がせてもね、結構ね、このようにですね、はい、なんか違和感あんまりないんだよね。青色のブレスをね、吐くアクアドラゴンということでですね、はい、海底に落とす、なんか重力働いてんだけどどういうことみたいなね。はい、このですね、青色のブレスを使ってですね、アクアドラゴンを作っていきたいんですわ。いやー、プルスサウルスをどんどんと落としていく。いや、このままでも全然かっこいいんだけどね。なんていうのかな、もうちょっとね、ヒレというかですね、なんか泳いでる感じにしてみたいなと思ってね。はい、どういう改造がいいかなって思ってたんですけれども、モデルにしたいのがですね、このヒドラ。ヒドラってね、このね、なんかヒレというかね、膜というかね、なんかこういうのがね、たくさんついてるんですよ。はい、これなんか結構さ、泳ぎそうじゃない？ちょっとガノトトスっぽくない？これ、モンハンの。はい、このヒドラのね、このビラビラをですね、ちょっとね、この青色のドラゴンにつけたらですね、まるで泳いでるように見えるんじゃないかということでですね、ガノトトスっぽいドラゴンを作っていきたいんですわ。はい、そんな感じでですね、はい、このトゲたくさんつけてみました。この間にですね、このように板状のブロックを渡して、はいはいはいと、でここにですね、ちょっとね、羽を配置してみます。ポン、ポン、ポンと。はい、こんな感じですね。ボーンスパイクとボーンスパイクの間に羽をね、配置することによって、はい、尻尾の方で試してみたんですけれど、こんな感じでね、ヒドラのね、ビラビラみたいになるんじゃないかということでね、遠目に見たらね、結構ね、なんかヒレっぽいよね。いい感じに仕上がってるんですわ。この尻尾の感じをですね、この背中ね、こうやってね、2列作っていきたいんですよね。そうすることによって、はい、アクアドラゴンとしてね、よりなんだろう、水中の王者アクアドラゴンができるんじゃないかということでですね、いや、激しいバトル、激しいバトル、オルカとアクアドラゴンが戦っている。いやー、ボーンスパイクつけるだけでもだいぶかっこいいな。はい。尻尾のですね、ヒレがですね、結構目立ってるね。これは背中につけたらかっこいいんじゃねえか？はい、いいじゃないですか。はい、ボーンスパイクということでね、攻撃にも使えるということで、敵がもし近づいてきた時にね、はい、接近専用のね、攻撃手段にもなるということでね、一石二鳥なんですわ。よし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 、いいぞ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 。はい、このトゲトゲでですね、はい、イカを攻撃することができました。いや、デザイン性もね、はい、アップするし、攻撃力もアップするということで、一石二鳥ですわ、この改造。
やこうやってさ羽をつけてくのって結構ね時間かかったりするんですよ。こういうね微調整をしたりとかね。でねこの裏面こんな感じになってるんですけれども、ちょっとね裏面の方がケバケバしてるんですよね。なのでこっち側からもですね、はい、同じサイズで羽をつけていくと結構地道な作業ですよね。でねこの板を消してしまうと、はい、羽が宙に浮いてるように見えるので、はい、この下のね空いた部分も細かい羽でこうやって埋めていく必要がある。結構地道な作業なんですよ。はい、これをですねもうずらーっと並んだね、はい、ボーンスパイクとボーンスパイクの間にね全部つけていきたいと思います。そんな地味な作業動画誰が見る、ということでですねもう一気に仕上げますんで頑張って。はい、というわけでですね皆さん一気に時間をワープさせますよ。あ、うまくいってんじゃん、かっこいいじゃんって思ってくださったらですね、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録者数今年10万人を目指しておりますのでね、はい、この無謀とも言える目標、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。というわけでいきますよ、せーの、ボーン、ということで完成いたしました、アクアドラゴンでございます。いやー、これ超時間かかったよ。3時間ぐらいかかったかな。いや、この背中のねビラビラをね終わった後に、ん、ちょっと待てよと思ってね、腕生やして腕にもヒレつけたらよりなんかね泳いでるっぽく見えるかなということで腕も追加してね、その腕にもヒレをつけました。めっちゃ時間かかった。でね、顔とかね羽はねあまりいじっておりません。なるべくねナチュラルに仕上げたかったので必要最低限でもね、このヒレが相当目立つということでね、いやー、ガノトトスっぽくなるかなと思ったけどガノトトスっぽくないね。こいつはこいつだな。さあ、今日もですね大胆なビリを大胆に配置するんですけれども、水中なのによく息できてますね、ということでですね、はい、大胆なビリ配置すること100人でございます。さあ、暴れろアクアドラゴン、ということでアクアドラゴン発進。さあ、吹き飛んでいる大胆なビリ、あたりが青色になっている。さあ、いいぞいいぞいいぞ、ナイスな旋回力。さあ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 、ヒレがあるからね泳いでるようにはなんかそんなに見えないけれども、すごい強い。かっこいいことには変わりはないということでですね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いい感じじゃねえか、かっこいいよ。さあ、海中の生物をですね敵に回したとしても、はい、アクアドラゴン勝てるのか見ていきましょう、ということでですね、さあ激しいバトルが始まったぞ、激しすぎるバトルが囲まれている。いや、これはきついんじゃねえか、アクアドラゴンといえども大丈夫です、トゲがついてますんで、背中にですね、はい、覆いかぶさったとしてもそれは攻撃になりますんでね。いや、でもアクアドラゴンこれは厳しそうだぞ。いや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 、すごい、なんだこのなんだこの海洋生物の塊は。さあ、すごい勢いでアクアドラゴンに噛みついていくが、どんどんとユニットやられていきます、沈んでいく。さあ、アクアドラゴン全ての生物を倒すことができなかった、沈んでった、すごい勢いで。いや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 、なんかがんじがらめになってるね。さすがに勝てなかったけれども、まあこんな感じでですね結構強いしかっこいいよね。はい、海の中を、はい、泳ぎまくるアクアドラゴン爆弾。いや、だいぶ印象変わりますね、このねヒレがつくとね。はい、似たようなユニットでね、はい、以前作ったねアイスドラゴンというね、はい、氷結竜がいます。こう見るとねサイズ全然違うんだけどね、氷結竜アイスドラゴンの方がよりですねなんか青色がね濃い、アクアドラゴンも青色で結構明るいんだけれども、またちょっとねお互い違った印象ですね。いや、母と子みたいな感じにも見えるんですけれども、いや、どっちが強いんだろうね、ちょっと見ていきましょうか。いや、おお、ブレスの吐き合いに勝ったのはアクアドラゴン。水中だとアクアドラゴンのがやっぱり強いのか。さあ、海面へと上がってきたアクアドラゴン。はい、ドラゴン四天王に入るぐらいの強さを果たして持ってるのか、ということでボルケーノドラゴンが偵察に来たぞ。さあ、炎対水ということで激しいドラゴンバトルが始まった。勝ったのは、おーっと、ボルケーノドラゴン。火の方が強かったけど、いや、ほぼほぼ相打ちだぞ。いやー、ボルケーノドラゴンがタッチの差で勝ったけれども、はい、今回はですね、はい、アイスドラゴンが勝利しました。い
いや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 、いい勝負だな。さあ今度は植物竜プラントドラゴンと戦わせてみましょう。プラントドラゴン VS アクアドラゴン、さあ勝つのはどちらか。おっと、接近戦ではですね、はい、この植物竜プラントドラゴンかなり強いんですけれども、いやいや勝ったぞ。いやー、この鋭い爪で倒したんでしょうか。いや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 、ドラゴン四天王の中でもしかして一番強い。はい、ちょっとですねスローモーションで見ていきましょう。さあもうブレスの威力がね高いんだわ、アクアドラゴンは。はい、このね、はい、プラントドラゴンの触手で攻撃する前にやられてましたね。さあいろんなユニットと戦わせてみましょう。ヘビーメタルセンティピード、さあスローモーションで見ていく。はーい、ブレスをめちゃめちゃ浴びて、さあ勝ったはぁ、ヘビーメタルセンティピードに勝てるのか、アクアドラゴン強ー。はい、メタルなカブトムシ、ランチャービートルと戦わせてみる。さあランチャービートル VS アクアドラゴンということで、すげー、ランチャービートルはあっという間に破壊、恐るべしアクアブレス。いや、やわな耐久力じゃやられますね。さあこの分厚い装甲のサンドキャンサーと戦わせてみましょう。さあサンドキャンサーは電撃攻撃を持っているアクアドラゴン、電撃に耐えることができるか。爆発アクアドラゴン勝利。こうなったらやられる前にやるしかないということでですね、サンドキャンサーの戦いを見てアームドトータスが駆けつけた。アームドトータスもバカみたいに火力ありますからね。さあ見ていきましょう、アクアドラゴン VS カメということで、さあどんどんと削られている。さあトータス、これはきついか。おーっと、アクアドラゴンのプレスによって、はーい、アームドトータス撃沈。いやいやいや、勝率高っ。さあお次は海洋生物群だ。はい、コンバートシャーク戦わせてみましょう。さあコンバートシャーク VS アクアドラゴン、さあコンバートシャークどんどんと削られているが、はい、一旦アクアドラゴンを逃がして遠くから狙撃ということで、いい勝負だ、いい勝負だ、いい勝負だけど、わあやられた。コンバートシャーク撃沈。コンバートシャークフォルムチェンジ、ハンマージェットシャーク。さあハンマージェットユニットを装着したコンバートシャーク、ハンマージェットシャークへと完走ということで、勝つのはどちらか。おーっと、ハンマージェットシャークの勝利。いやー、このハンマーアタックが効いてたみたいですね、アクアドラゴンアングリー。いや、しかしながらプレシオとかだとどうなんだろう、吹っ飛ばされてるね。あー、でもうお、プレシオに勝った。いや、やっぱ火力やべんだよな、アクアブレス水圧が半端ないんだよアクアブレスのもうウォーターレーザーだね。さあウォーターレーザー VS、あーっと、影うつぼの瞬間火力にはかなわなかった、アクアドラゴン。いや、やっぱり相性だな。さあドラゴン対決、ボーンドラゴンと戦わせてみましょう。アクアドラゴン VS ボーンドラゴン、勝つのはどちらだ。おー、ボーンドラゴン地獄の炎を食らわせていく。さあアクアドラゴン、これは痛い。ボーンドラゴンの近接攻撃によってアクアドラゴン粉砕。いやー、アンデッドウォリアーズやっぱ強いんだよね。ドラゴン軍団も強いけれども、アンデッドウォリアーズもやっぱり強いんですわ。さあガシャドクロアクアドラゴンを切りつけた。はい、開口戦とこの魔界の剣でですね、アクアドラゴンがやられてしまった。そう、おお、神聖エアホース、お前らもやっぱり気になるのか。はい、空中を制するのは私たちですから、水中でも活動でき大空を吹き抜ける脅威です。アクアドラゴン美味しそうですね。いやいや、もうアクアドラゴンを魚介類としか見てないじゃんこいつ。さあ神聖エアフォースとアクアドラゴンを戦わせたらどっちが強いのということで、さあ吹き飛ばされているエアフォース、さあアクアドラゴン沈んだ。結構一瞬の出来事だったな。ちょっとカメラを引いて見ていきましょう。さあアクアブレスによって吹き飛ばされる。しかしながら、はい、エアフォースも負けていない。はい、遠くからですね狙撃、アクアドラゴンやられた。いやー、エアフォースのね、こいつらが出すミサイルがねマジ強なんだわ。これがね当たりさえすればアクアドラゴンも、はい、このように倒せるということでですね、アクアドラゴンめちゃめちゃ勝率いいんだけど、簡単には天下取らせてくれませんね、やっぱり。しかしながらドラゴン四天王3体目が出てきたということでですね、ドラゴン四天王完成の日は近い。いや、3体相手にするんです
ですか？これは厳しい。我々の勝率 28%。 アクアドラゴンの刺身にワカメを添えて。いや、やっぱり食べ物としか見てねえな。さあ、新生エアフォースが3体ならはい、ドラゴン軍団も3体だということで激しいバトルが始まったぞ。さあ、ミサイルによってはい、2体のドラゴンやられてしまった。おっと、はい、あーっと、ドラゴン四天王でもエアフォースに勝って、こいつら強いんだよ、めちゃめちゃ。はい、2体も生き残ってるね。今日の夕飯はドラゴン三昧ですわ。いや、こいつら吹っ飛ばされた方が強いからな、相性が悪かった。でもこの強力なドラゴン3体ならさ、めちゃ強いユニットジェノサイドヒドラも沈黙させられるんじゃねえか。さあ、見ていきましょう。激しいドラゴン対決ということで、おーっと、3体の力を使ってジェノサイドヒドラを落とした。連携プレー半端ない。でも2体のドラゴンも落ちていく。いやー、強かった。戦いには勝ったということでね。なんかプラントドラゴン引っかかってる。はい、フィールドのね、下にいるんですね。はい、プラントドラゴンなんだこれは。いやー、なんだろう、こういうモードみたいですね干渉モードみたいな。はい、海洋生物群の3強、影ウツボ、プレシオ、そしてノーチラススクイド。3対3バトル見ていきましょう。さあ、ドラゴン四天王が揃いつつある今、ドラゴン軍団もだんだんとですね、戦力をつけてきているけれども、いやいやいや、海洋生物群強えなはい、ドラゴン軍団のですね、得意技はね、この強力なブレスと、あとは接近攻撃なんですよね。はい、兵器の力にはですね、結構ね、タジタジになるんじゃないでしょうか。さあ、プルスレックス軍団にやられてしまった。はい、なかなか強さのバランスを取るのが難しいですね。さあ、サイボーグダイナソーズと戦わせてみる。おーっと、すごいぞ、バーサークティラノがやられた。なかなか見れねえぞ。さあ、残るはですね、グラップラーテリジノとボルケーノドラゴンの勝負。おーっと、ドラゴン軍団勝利。いや、マジか、バーサークティラノに勝てるのか。やるじゃねえか。さあ、アンデッドウォリアーズ VS ドラゴン軍団見ていきましょう。さあ、空飛べるのも強いよね。はい、アンデッドウォリアーズ、おーっと、ガシャドクロとボーンドラゴンの、はい、炎とレーザーによってアクアドラゴンとプラントドラゴンやられてしまった。強いね、やっぱ。いや、薄暗いとこいつら似合うね。ブラッディユニオンと戦わせてみましょう。さあ、これがラストバトルだ。はい、どちらが勝つのか。さあ、ブラッディユニオン落とされるか。おーっと、場外に落とされている。ドラゴンたちの得意技炸裂。さあ、あーっと、落ちた、自分から落ちた何やってんだブラッディユニオンということでですね、いや、これもドラゴンの得意技ですよね、落とすというね。はい、人型のユニットはこれ結構やられるんじゃない。はい、というわけでですね、今日はアクアドラゴンを作ってですね、ドラゴン四天王がですね、3体になりましたということで、あと1体リーチですね。いや、この感じならですね、ドラゴン軍団、ドラゴン四天王を作ってもね、差し支えないんじゃないかなと思います。というわけでね、はい、このドラゴンのね、はい、改造アイデアがね、浮かんだらね、作っていきたいと思います。いや、ドラゴン四天王ソロも楽しみですね。はい、というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。